なんや今日俺いいへんのかよ。もうみんな俺のこと期待してるのに。カラスや、カラスがいる。あそこにカラスがいる。草追いかけたい、追いかけたいけど走ったら息子が引きずられる。何一人でお前自分との戦いしてんねん。カラスなんか追いかけんかっていいやろ。それにしてもほんま暑いわ。もう日中はボス君あんまりお散歩行けへんくなったもんな。近くなら行けるけど遠くは無理かな。まあ朝早くか夜やな。あ、そうそう、今日はボス君夜のどっくらい行ってきたの。おかしいやろ、お前日中のお散歩はさ無理や言うといて、なんで夜のどっくらん僕連れてかへんねん。しゃあないやんか、ワンちゃん用のシート外してさバリケンしか積まへんかったからもう無理やったね。ボス君ごめんな。なんでじゃあクイーンが行くのよ、日中お散歩行ってんのに夜は僕でいいやんか。あー久しぶりやな、ここのドッグランも久しぶりやな。無視するなよお前、ほんまひどいやつやな。お前それでもお前俺の妹か。それでも私のお兄ちゃんか。お兄ちゃんやったらちょっとぐらい我慢しいや。そんなこと言うなよ、お兄ちゃんもたまには遊びたいもん。佐藤くんちのお兄ちゃん見てみ、ボス君もう落ち着いてやんで。誰もドッグランでキャ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 言うて遊んだりしへんやろ。田中さんも、田中さんとこのお兄ちゃんも見てみ、落ち着いてはる。もうみんなその子供みたいに遊んでない、ボス君だけやで。いいやんか、だって遊びたかったもん。僕も遊びたい、僕も弟が良かった。もうお兄ちゃんに生まれてきたねんから仕方ないやろ。もう私が妹やねんからお兄ちゃんちょっとぐらい我慢しなあかんの。僕も今度は連れてってな。時間の都合上時間が合えばいいけどな、ボス君。なんやねん時間の都合上って、おかしいやろお前も。お前しかも楽しそうに遊んでんな。でもやっぱり人気のないドッグランは誰もいいひんな。鈴鹿ドッグランならいつもいっぱいお友達いるのに。またクイーンちゃんと僕一緒に鈴鹿ドッグラン行きたいな。また時間が合えば行こな。何が時間が合えばやねん。お前偉そうにさっきから時間の都合上とかさ、時間が合えばって言うけど、お前、一日中僕と一緒にいるやんけ、お前。そんな一日中一緒ってそんなこともないやんか。お風呂は別々やで。お風呂も一緒に入りたい。家の狭いお風呂に入れへんやんか。じゃあ広いお風呂にするから一緒に入ろう。そこまでして私と一緒にお風呂入りたいって気持ち悪いよ。お前何考えてんねん。背中の毛剃って欲しいねん、届かへん。キモいわ、お前私に毛を剃らそうとするな。お前違う人に剃ってもらえ。誰に剃ってもらうねよ。そんなん決まってるやんか、パパがトリマーさんやん。でもさ、トリミング行ったらいつもさ、シャンプー中とかカット中にさ、最近何してるんですかとか、お天気いいですねって話しかけられんのがめんどくさいね。お前人間か、お前それ美容室やろ。お前人間みたいなこと言うてんの。お前逆にトリマーさんがお前犬にさ、最近何してるんですかとか、天気いいですねって言ってたらお前そいつやばいぞ。クイーン、一緒にサロン頑張ろう。俺がいなかったら何もできないくせに。私はガラクタなんかじゃない。おかしいやろ、お前いきなりなんで金魚妻が、お前ドラマの金魚妻がなんでいきなり始まんねん。しかもなんでお前女役で私男役やの。おかしいやろ。金魚飼っていい。よくないよくない、もうペット増やすなって。もうお前ドラマの影響受けすぎやぞお前。もうちょっとここにいていいですか。もう帰る言ってるやろ。もう帰ってる途中や。もう帰り道、お前いつまでドラマのセリフバコってくんねん。私はガラクタなんかじゃない。お前そのセリフ好きやな。お前私はガラクタなんかじゃないって、お前誰もガラクタ言うてないやろ。ほんまにもうどうなってんねん。金魚を返しに行くだけでなんでこんなに時間がかかってんだ。お前もか、お前もか、めんどくせえわ。もうこの家族めんどくさいわ。お前らもうしつこいぞ。私はガラクタなんかじゃない。お前が一番しつこいの。お前そのセリフしか覚えてないんか。私はガラクタなんかじゃない。お前もか、お前も真似すんな。お前アホのオウム返しか。風水です。アホすぎやろ。お前らもう話が噛み合ってない。お前何ちゅう動画だ。お前おかしいやろ。どこからおかしくなったかって。お前ボスがお前サロンの話し始めてからやぞ。お前なんとかしろ。ごめんごめん、確かにドラマ知らん人は全くわけわからんよな。私はガラクタなんかじゃない。お前も完全にハマってしまってないけ。お前今うららくん映ってんねんから、うららくんトークしよう。あー疲れた、今日も残業3時間疲れた。まあ疲れた、めんどくさい、背中痛いし腰痛いし、あーだろまだ月曜日か。クソ野郎やな。お前なんちゅう動画な。お前可愛いワンちゃん猫ちゃんの動画じゃないんか。ケツ向けんな。
今日火曜日やった。えどうでもいいわ。もう確かに月曜日やった。お前火曜日やったら得した気分になるけど、お前もうそんな話どうでもいいわ。明日も楽しみにしていてください。うららより。